作家の山口敏太郎です。今日の山口敏太郎日記はですね、非常にホラー業界でですね、あまりよろしからぬ、仕事を行っている企業に対しての、法的な見地、道徳的な見地からの批判を行いたいと思います。その企業名はジョリー・ロジャーという会社ですね。皆さん口先女の映画とかですね、引き子さん対口先女とか、そういう皆さん映画を知ってないでしょうかね。ホラー映画を主にリリースしている会社で、もうタイトルも200ぐらいはあるんじゃないでしょうか。それなりにホラー業界でホラーが好きな人は知ってる企業なんです。こちらの企業がですね、呪い目のドキュメントを撮りたいというお話がありまして、で、いいでしょうという話で話は進めていったんですが、やはり一部ホラーの業界ではですね、あそこは一切お金を払わないと、ほとんどの芸能プロダクションが口を揃えて言っております。某大会系、男気系のアクション系の、男の象徴みたいな芸能プロがあるんですけど、そこの人たちも踏み倒されたというふうに口を揃えて言っています。そして私の友人のホラー映画の監督もですね、少なくとも2名口頭で、何十万あるいは百何十万踏み倒されたというふうに言っております。要するにこういう売掛金をですね、支払わないという行為が彼らの営業活動の中において非常にあるという噂を聞いておりましたので、私はその時点でその人たちが言っていることを伝聞でしか聞くことがなかったので、まずは本人と会って話そうと思っておりました。それで大橋という人間と、代表の人間ですね、会って話をしたんですが、大橋は私の口頭でこう言いました。今はですね、で昔は経済状態は良くなかったけど、今は非常に経済状態が良くなったので、お支払いできますというふうに言いました。その言ってる言葉はですね、録音したんですけどね、その場で。それで契約をして、ドキュメントの制作に入ったわけです。それで、金額は70万。これはですね、島田秀平、ガリガリガリスガリクソン君、有村昆ちゃん、引田沙耶ちゃんというね、十数名のゲスト、呪い面の被害、あるいは呪い面の被害の様子を目撃した人の有名人へのギャラも含んで70万、私の監修料含んで70万ということで、お受けして制作に入ったわけです。で、契約書も締結しまして、実際に店頭に並ぶ前にお支払いするという約束でした。でも怖いので前金ということで35万先に払っていただきました。で、その時にですね、この70万というのは消費税を含んでますなんてことを後で言い始めまして、大丈夫かなと少し不安に思った件も正直ありました。ただ前金35万は確かにいただいたので安心はしておったんですけど、いまだ呪い面の DVD が蔦屋芸の店頭に並んでいるにもかかわらず返答がないと、入金もないと。で、社長の携帯に電話しても全然リターンがないんですね。留守電にも残してるんですよ、僕の名前で。それで担当者の人も何度も電話してるのに電話もないと。で、払わなくて当たり前というその態度は僕は批判の対象になって叱るべきだと僕は思いますね。映画業界確かによくある話じゃないかというふうに言う人もいますけども、こういうことを許してはいけません。払わなくて当たり前、どうせこの業界よく払わないからと。でもそういうことを許していると、もう業界自体がこれ以上伸びしろがなくなりますね。で、あといい人材が集まってこなくなります。本当の意味でホラー映画という文化を育てるんであれば、ホラーというジャパニーズホラーという文化をもっと世界に通用するものにしていくであればですね、こういったですね、やった仕事に対する報酬というのは契約に基づいて、多少遅れた場合は謝罪はしますけど、確実に払う、あるいは催促に対してはちゃんと返答して、いやすいません、お金がないので分割で払ってください、そういうふうに答えるのが大人として、あるいは企業としての役目だと思うんですね。ところが何の返答も回答もないんですね、社長の方から。で、社長はですね、結構これはあくまで噂話程度ですけども、飲み屋街で目撃をされている、某キャバクラでも目撃をされていると。それは個人が遊んでるんですから自由で結構ですけども、そういった遊んでる時間があればですね、我々債権者にですね、お金を払う姿勢を見せるというのが僕は経営者として当然の責務であって仕事ではないのかなと思ってますね。ですからね、呪い面の、お金、こういうふうになってしまって本当の呪いじゃないかなと僕は思ってるんですが、一番ホラーなのはジョリー・ロジャーのこういった経営のやり方が一番ホラーだという気がしますね。
いろんな映画監督とか原作者とか役者さんの分を踏み倒しながら自分だけ生き延びているという、こういう人間は、こういう企業は、こういう経営者は皆さん取引をしてはいけないと思いませんか。我々法治国家の日本として法に基づいて民主主義の原則に基づいて活動している人間から言わせてもらえればですね、こういう人間を普通の経済人として経営者として我々が認めてしまうことが問題だと。皆さんジョリー・ロジャーとは絶対付き合わない方がいいと思います。これは僕山口敏太郎の提言です。山口敏太郎は常に正論を吐いてきたということは皆さんご存知だと思いますけども、いいですか、役者の友達、映画監督の友達、あるいはホラー作家、あるいはですね、いろんな業種で、ジョリー・ロジャーと付き合いがあるという方は、皆さんこれ一切付き合いをやめていただいた方がいいんじゃないかなと僕は個人的に、経営者として思っておりますね。で、同じような被害を遭われている方がかなり複数いらっしゃいます。で、僕はですね、ジョリー・ロジャーに対して正式に宣戦布告をしてですね、追い詰めていきたいと思います。謝罪がない限りは徹底的にやるつもりですので、皆さん、ジョリー・ロジャーに関する情報を集めてください。よろしくお願いします。